いろいろ刺して食べる。アラハモエチャンネルへようこそ。作家の橋口いくよです。今日はハワイのターゲットで買ったものを紹介していきたいと思います。もうね、買い物をするともう帰り荷物が入らなくなっちゃうからできる限り抑えたんだけど、ターゲットはハワイにあるスーパーマーケットで雑貨とかお洋服とかお菓子とかいろんなものがあるので、ちょっと割とね日用品買っちゃった。もう服とか部屋着、だいたいね私ここで部屋着買うのね。ハッピー。素材もふわふわでね、安いんですよ。これ XXL、 多分子供用の XXL なのかな。悲しいことがあってさ、泣いててさ、まあよく泣くのよね私部屋で。これ泣いててもさ、トイレ行ってさ鏡見た時、あ私ハッピーなんだみたいなね、そういう悲しみ打破トレーナーがこれね。あとね、私ねターゲットで好きなのがオリジナルユースっていうこのタグがついたターゲットのオリジナルブランドみたいなのがあるんですけど、ここのねメンズの寝るシャツを買うのが好きなんですよ。すごい大きいの、もうめちゃくちゃでかいのを何枚かねもう持ってるんだけど、これなんかふわっと着て下がなんかパンツとかショーパンとか履いてゆるっと着て、もうこのまま出かけることも結構多い。パジャマ、パジャマ買うこと多い。ちょっとビクトリアズシークレット調なんだけどね。イライラした。 S しかないからもういい、これで。でもビッグ C より安い、安いのね。基本的にねちょっとお値打ちなの。もうジムで短い靴下すっごい履くので、だいたいこのチャンピオンの靴下をいつも買うんだけど、このチャンピオンの靴下山ほど買った。これ何がいいって、どっちかダメになっても、あ靴下ないないって探すときにもう色が違っても探しやすい。違うペアでも履いてますもん。靴へのねハマり心地がいいんですよ、運動してる時のね。これでなんかこれ記憶にないんだけどカゴに入ってたの、どうして。なんかタモさんタコスみたいな、これタモさんタコス靴下、これなんか入ってたの。多分欲しかったんだろうね。それがなんかこう見てるうちにパッて無意識で、すごいね、もう無意識で。であとはね、これ靴下にする必要あるっていうね。わかる？チーズ削るやつ靴下にほらファファファーってなってんじゃん。その瞬間を靴下に収めましたみたいな。とこれは面白いから買った。最近ねスーパーで見かけるお菓子ってすごい多いのがレンチンシリーズ。レンジでチンする、なんだこれ、マフィンとかケーキとかが、これね本当にお水入れてチンってするだけなの、数十秒で。 D&Deluca ね、すごいあのお土産にしてあるやつで美味しそうなのがあって買って美味しかったから、これスーパーでも買ってみた。あ、超水ちょっとだよ。これが膨らんでくるのかな、緊張する。って言ってそんなに甘いの好きじゃないんだけども、チンして食べて熱々を食べるという行為が好きなんですよ。温度を食べるのが好きなのね私。温度食いが好きかも。その温度食いができるあったかい焼きたてのケーキみたいのが楽しめる。でこれはプロテインのケーキみたいな、ケーキなのかな、プロテインバーだね。あ、なんかもうさ、プロテインバイトのなんだこれ、なんかお菓子だね。本当にこれが入ってると思う？本当に。だってこれさ、イメージでお送りしてますみたいなのよく書いてあるじゃん、カレーの絵がバッて書いてあるスナックとかで、こうイメージでお送りしてますみたいなのが書いてあって、いや入ってるわけないよ、分かってるよみたいなことが書いてあるじゃん。日本のお菓子これね、今んとこないの、これイメージですよみたいな。ってことはだよ、これがいっぱい入ってる可能性があるんだよ、プロテイン。ちょっとさ、これはさ食べたいじゃん。あ、ちょっとまだわかんない。あれもなんか、ここまではまだあいついるよ。あいついるよ、このアンナミラーズのケーキみたいな。ブルーベリーの香りする。
ブルーベリーガムみたいな香りする。一回ちょっと食べてみるか。あれあれ、絵と違くない？なんか絵とこの底の部分だけ入ってるみたいだ。絵と違くない？なんかでもね、白いコーティングがされてんの。白いコーティングはこの部分ってこと？なんかオールレーズンみたいな感じなんだけど。これプロテインバーだって。え、ちょっと待って、これ1個で150カロリーあんの？多分150カロリーってご飯1杯分ぐらいだと思うんだよね。え、ハワイでこの後まだ食べたいからこれ1個ちょっと行ってみるわ。でもこれの味がするんでしょ、本当に。いろいろ刺して、いろいろ刺して食べる？またあげる。次行こう、次行こう。気を取り直して。もうターゲットこれ最後か。大物買っちゃったの。でれん、かわいいよねこれさ。多分ね、これね、多分じゃなくて絶対なんだけど、この人いるじゃん、この女の子。まあ、一人旅なのかな、まあ、小さいのに偉いよね。小さいのに結構に偉いよね。自分で荷物用意してさ。この子の旅のグッズがね入ってるんですよ。可愛くない？もうね、この人のスーツケースの中身が自分のスーツケースに、私のスーツケースにもう入るかわからないぐらい、もう結構ギリギリな荷物でこっち来てるのに、まあ、この人の荷物を持って帰ってあげちゃうみたいな状況なんだよね。でもどうしても欲しかったの。本当はなんかでっかいバスみたいなの欲しかったんだけど、それは我慢した。アイスクリームショップとか見て、今私が遊びたいもん。いらっしゃいみたいな。あ、こんな大きいんだよ。ちょっと諦める、これにしとく。私ママごとグッズとかに弱いの。まあ今45、6なんだけど、未だにねこういうの買っちゃう。ということで意外とね、今回ターゲットで我慢したのよ。でコスメとかそういうのもあるんだけど、他で買おうと思ったので今回我慢しました。であとはね、前半で買い物したので、後半またターゲット行くかなって思ったりして、ざっと見ながらこんな感じで買い物してみました。これで日本に帰ったら遊ぼうと思います。これはあげる。ただね、これね、減量中とかに一口食べると、あー、しみるって思うのかもしれないけど、チーズケーキは入ってなかった。オールレーズンみたいな味でもなかった。ただただなんか粉を食べてるって感じだったけど、まあ、あのこういうものに調整。ただこれあれかな、配ってみようかな。マッチョな人たちに配ってみようかな。そういうさ、なんかさ、ネタ的にみたいなのもいいよね。持って帰ろう。待ってて、これあげるからね、マッチョの人たち。ということで、ターゲットで買った購入品でした。そんな多くなかったかな。あー、大事なの忘れてた。これすごい大事なのよ。これ今回のミッションだったの。妹が絶対これ食べてって言ってね、ジェロ。ジェロって知ってる？そのなんか混ぜるだけでゼリーになるみたいなのの、これちょっとババロアみたいな、ムースみたいになるのかな。これね、ピスタチオ味だって。これにね、ホイップとかね、生クリームつけて食べると美味しいんだって。なんかね、大人になってから妹がハワイに数ヶ月ちょっとホームステイしたことがあって、その時のホストマザーが作ってくれてて、これが美味しいよって言って、日本じゃ見かけないのって言ってたから、これを作って食べたいと思う。妹の家ね、双子のね兄弟とね、その下にもう一人男の子いるから、みんなでお母さんがホームステイしてる時の味が味わえるといいなと思って買ってみた。これ美味しいんだって。ピスタチオ味のムースって絶対美味しいよね。だからこれ大事なの忘れてた。以上が旅
ターゲットの購入品でした。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。意味はないよこれに。